こんにちは、こんばんは、いるのりです。2022年11月7日、ウェブ雑談やっていこうと思います。本日ですね、あの、こ今月先月のあの、新車販売台数がですね、発表になりまして、まあ、これを今表示してるんですけども、トップ10までね、大体ね。 うん、これどう読み解くかですね、まあ、まあ1位はやっぱりヤリスですねあの軽自動車入っていません、ね、軽自動車はまた別のランキングなんですけども新乗用車うんランキングまあヤリスはまあ大体最近1位ですねまあヤリスっつってもヤリスクロスとか入ってるんですよねヤリスシリーズって言った方がいいですよねこれねヤリスとヤリスクロスと GR ヤリスが一緒になってるんですよね で、14,142台。まあ、トップですね。まあ、前年比から見ても、やっぱり、あれなんだ、30%ぐらい多いんだ。まあ、とにかく、まあ、2位にね、シエンタが入ってきたと、ついに。うん、シエンタが、まあ、ちょっとね、うん、いきそうかなっていう。まあ、今のこの販売台数は、あれですよね、もう、実質的な売れてる車を表示してないですよね。全然。 うんあのー、そう要するに納期がかかりすぎたりとかですねそういうことで生産売れてるけど生産できないうん納期がかかりすぎてだからそれが反映されてないんですよね本当は実質的にはもっと売れてる車いっぱいあると思うんですけどね例えば、まあ、ベトップ10の常連だったあのハリアーがもう消えてますよねハリアーオーダーストップみたいになってるんですかね ずっっっと下になっちゃってますよね <laughs> なんどこ行っちゃったアリア。アリアどこだえ、どこえ、こんな41位だって <laughs>。876台ってあって、もうこれもうほとんど、うん、希望しても買えないからこうなっちゃってるんですよね。うーん。まあ、これやっぱりね。 実質的に一番売れてる車って分かりますよこれ。まあヤリスはねヤリスクロスと一緒になってるからもう全然違う車は一緒になってるでしょ。ではもうこれ別にした方がいいと思うんですよ。僕はこれヤリス1位だと思わないんですよね。まあシエンタだと思うじゃないですかそうすると。違うんですよこれね。これねノアボクシーですよ。これボクシーとノアって本当は同じ車ですからね本当ただ顔つきが違ったりうんデザインが違うだけで本当に同じ車なんですよ。ヤリスとヤリリスススとクロスを一緒にするぐらい <laughs> あれ反則ですけど、こっちは一緒にしてもいいと思うんですよね。まあ、アルファードと、その、ベルファイアも同じこと言えますけど、あれは足してもね、そんな、<laughs> ベルファイア足して売れてないから。これは違いますよ、これ。もう両方とも,も、すごい。本当に僅差なんだな、これ。僕ね、ボクシーが走るかと思ったんですけどね、ボクシーの方がかっこよく見えたんで、僕。いや、これは本当にもう均等に売る、こんだけ均等に売れるって、兄弟車って珍しいぐらい。 これ足すとだって一万四千超えるでしょ。でこれヤリスも超えますよこれ。ヤリスよりわずかに上に行くんじゃないですか。一万四千三百は行くでしょ。でもうこれ超えてますもん。ヤリスヤリスクラスと一緒にしちゃってるから <laughs> 全然違う SUV とねコンパクトが一緒にしてるけどこっちは本当に純粋な兄弟のもうミニバンだからノア僕が一番ですよね。うんそうなんですよ。 そう思った方がいいですよ一番売れてんのはミニ版であるのは僕ですよ。うん。それもすごいですね、この兄弟パワーが。<laughs> 双子の兄弟かっつーぐらい <laughs> 売れてる、うん。で、あとまあ、これ、ベスト10読み解くとね、これね、やっぱりミニ版の構成ですね、ミニ版構成。まあ、ミニ版ってどういう定義かって難しいけど。 まあ考えてみるともうスライドドアの車って考えた方がいいと思うんですよね。スライドドアが付いてる車はもミニバンだと思った方がいいかもしれない。うん、コンパクトミニバンとか、これシエンタとかね、明らかにノアボクシーとかと比べるとちょっと違う感じでしょシルエットが。うん、例えばフリードとかね。まあスライドドアタイプですよね。この車、スライドドアタイプがすごい入ってるってことですよね。シエンタでしょうん、ルーミーでしょ これルーミーもこれスライドドアですからねノアボクシーそうですよねそれでフリードですから何車種12345ですよねだからもうトップ10の中の半分はスライドドアタイプまあミニバンタイプってことですねまあそれのもううんまあこれはミニバンブームっていうかなミニバンはもう日本でおいて一つの大きな 確立したジャンルになっててねそれがまた更生かけてきてるって感じですよねで逆にちょっと SUV はちょっと押されてるなっていう感じまああの納期がかかったり生産がストップしてるとかそういう影響もあるんで純粋なミニバンが入ってるのはライズですねライズもまあミニバンあ SUV って言えなくもないですよねこれねなんか <laughs> な<ん>か <laughs> ほとんどもう純粋な SUV じゃないですよね まあ,でもかあとヤリスクロスとかカローラクロスはちょっとどんぐらい売れてるのか分かんないですけどまあ個別で見てもトップ10に入ってこないかもしれないですよね例えば半分売れたとしても7000台か,か7000台ならトップ10入るかうん、うん、まあ結構な割合入ってるかなカローラも結構半分以上カローラクロスいってるかもしれないねうんまあでもそれでもまあかなりちょっと一時期のね ラブフォーとかハリアーとかね、そういったものが入ってた時とはちょっと違ってきてるのかなっていう。うん。まあ、フィット、その後も見てみましょう。これ、トップ20まで見てみましょう。アルファーとセレナですね。もうこれもミニ版ですね。このアルファーとセレナ。ミニ版っていうのかなこのアルファー。スライドタイプですよね。デカ版っていうのかな。ブゼル このベゼルはどうなこれもなんかどう解釈していいのかわかんないですね。もうもっと売れてても売れてるかもしんないですけどね。納期がかかったりとか。うん。納期がかかりすぎてるからオーダーしないっていうのもあるよね。で、もうやめるっていう。ソリオ。ソリオもこれあれだよね。確かスライドドアじゃなかったっけ。分かんないな。似たようなのがある c x 5は純粋な SUV だね。これね。 これは粘ってますね。結構粘ってるな、これね。40%伸ばしてるわ、去年より。ステップワゴンか。ステップワゴンも伸びないな。今年ね、期待されて、あれだね、フルモデルチェンジした割にはそんなに数出ないな。3075じゃ、去年より売れてないじゃん。どういうことかね、これね。もっと、あれなのかな実。納車されてないだけなのかな。パッソ。 パッソってコンパクトカーか。これスライドドアじゃないね。プリウスか。プリウスもね。うん、もうかつての面影は大いですね。これ全然。まあもうそろそろ来年発表かな。シンプルモデルチェンジしたやつが。それでもどうですかね。もうこういうタイプの車売れなくなってくるかもしんないね。クラウンはあれかな。新型が入ってんのかな 新型のクラウンの数かなこれ。違うかな去年よりはもうすごいね。200%だもんね。倍、去年の倍以上売れてるってことだから、新型の数が入ってんのかなそんな感じですね。ランドクルーザーすごいな。<laughs> ランドクルーザーすげえな。そう考えると。ラブーより売れてんだ。 エクストレイルか。エクストレイルもね、これ新しいタイプのやつが反映されてるんじゃないかな。それでもこんなもんか。1761か。うーん、やっぱりちょっと、フォレスターもね、やっぱり SUV ちょっと押されてるっていうか、人気に陰りが出てきてるのかな。ちょっと納期がかかりすぎちゃうし、敬遠されてるっていうのもあるかもしれないですけど。CX、CX っももう入ってきてるわ。それでも思ってたほど数出ないね。 CX30CX8 まあツダがこの辺頑張ってきてるなロードスターなんかのが売れてんだ <laughs> すげえなロードスターいや僕もロードスター欲しいなと思うもんなやっぱりねこれミニバンちょっとミニバンに押されてちょっと SUV 人気に陰りが来てるかもしれないですね いや、僕ね、思うんですけど、SUV を一度買った人がまた SUV 行くかなっていうのはありますけどね。まあ、あの、今の SUV ってなんかやっぱり雰囲気とか形で選んでるっていうのはあるでしょ。もうめちゃくちゃ悪路を走ってる人なんてそんなにいないわけだから、あれでね、山道とかね、雪道をガンガン走ってるとか、オフロード走ってるっていう人はいないわけで、ほとんどはもう、 かつててののセダンのよよううに使ってると思うんですよねうんスポーティーな感じやっぱり違った車に乗りたいっていう人が選んでると思うんですよね若い人とかそういう人たちがまたね SUV 選ぶかなっていう,うやっぱりね実用的な車として使うんだったらやっぱミニバンの方が全然便利なんですよね特にお子さんとかできたりするともう全然スライドドアの方が便利なんですよ特に日本の道路事情だと。 うん、もう道も狭いし駐車場もそんな大きくないし、ね、<laughs> もう SUV は大きいしねうんだから僕も今の原行ハリアー一時期乗ってたんですけど、うん、スライドドアの車と併用するとそっちばっか使いますもんねうんまあフリードとか、まあ、特に NBOX なんかねもう NBOX とかもうめちゃくちゃ便利だから もう全然乗らなくなっちゃうんって売っちゃったんですよね <laughs>。そう言っててまた、今回はね、ベゼルじゃなくてなんだっけ、ZRV 申し込んだけど、これはちょっとどっちかというとまあ興味というかね、ホンダ系の車を紹介する YouTuber として、これ義務だと思って <laughs> 申し込んだんですけど <laughs>、シビック乗ってるしね、シビックの SUV っていうことで。 そういや、シビック何これこの低たらくぶり <laughs>。ちょっと勘弁してほしい。45位だよ。ま、50位以内に入ってない時もあったからまだいい年うそれでも608台って何これ去年より半分しか売れてないですよ <laughs>。ちょうど半分 <laughs>。608台。去年も1200台だからね、古めで準備して <laughs>。今年、まあ、あんだけ話題になった。 シビック EHV がね、すげえいい、すげえいいとか言ってて、全然これじゃうん。足しにもなってない。やっぱり予想通りだわ、もう。うーん。すご、CT200H って何だんな、俺。280%なの。よく頑張ってんな。 そうだからねあの僕もしかしたらねミニバンとスポーツカーみたいな車が僕すごいあのいい組み合わせかなと思うんですよねまあ2台複数所有するんだったらねまあ1台だったらやっぱミニバンがいいですよね本当まあ家庭のサイズにもよると思うけどまあアルファード大きい車の駐車場があ <laughs> ったらアルファードとかね でまあまあ普通のタイプ <laughs> の家だったらまあノアボクシーとかセレナとかねまあもっとちっこねコンパクトな駐車場の1台だったらもうフリードとかシエンタでしょうねあとはまあもしくはエンドボックスとかで複数所有するんだったらミニバンとスポーツカーがいいと思うんですよ僕その今はそういう感じですごいいいんですよフリードとあの シビックですよねこの組み合わせがすごくいいあの家族ユースとしてミニバンのフリード使ってでまあ自分の楽しみ趣味の車としてシビック使ってるっていうのこの組み合わせがいいと思うんですよねだからもうミニバンと SUV っていうのはちょっとねうん僕は合わないっていうか、うん、面白くないのかなっていう走りを純粋に楽しむんだったらやっぱり、ね、あのスポーティーな車 本当にあのまあ背が高くて運転しやすい、うん、いろんなところ走れるっていう魅力はあるけど、まあ、本当に走りの好きな人だったら、うん、ミニバンとそのロードスターとかねそれがいいと思う。うんまあ、ちょっと家族はね <laughs> ロードスターじゃ困っちゃうかもしれないけど。 本当に車の好きなお父さんが、まあ、追加して選ぶんだったらロードスターとか、まあ、ロードスターはちょっと4人乗れないからもう,もうちょっとねまあシビックなんかほんといいですよ。だからそういうところでねやっぱりもう一回スポーティーな車が、うん、結構堅調に推移してるのかなと思うんですよねこの86とかもも頑張ってますもんね。 マツダ3もそこそこ頑張ってロードスターがすごいよねやっぱねうーんそう感じるなまあそんな感じでちょっと適当にしゃべってみましたけど 面白いですね、うん、ちょっと流れが変わっっっててきたかなっていうちょっとミニバンが構成に入ってきて、まあ、シエンタが加わったしねノアボクシーまあ今年は確かにミニバンの年ですよねうんノアボクシーが出たりステップワゴン出たりシエンタ出たりねセレナが遅れてるけど、うん、年内に発表になるのかな まあ今年ミニバンの年だから確かに構成だよねほんと。でちょっと押されてるのは SUV。もしかしたら人気にちょっと陰りが来てるかもしれないですね。そんな感じを僕はこのトップ10から受けました。それじゃあどうも失礼します。さよなら。